はい、どうもこんにちは、こんばんは、まっちゃんです。じゃあ今回もティアキンの続きやっていきましょう。今回はですね、ちょっとストーリーは進めず、ちょっと裏作業というか残っとったやつを回収していこうかなというふうに思います。とりあえず甲賀様の戦いがまだ残っとるから、それを終わらせてまおうかな。その後にかかりこ村に行くのもやってみたいよな。くそ、おかしいなぁ。右手の角度が悪いのかまだちょっとずれてるか。可愛らしいな、甲賀さんで。うわ、いつからそこに。貴様、俺様を不意打ちしようなどと考えてたら、この卑怯者め可愛いな、甲賀さん。作戦は変更したんだからな。この辺りはあらかた採掘したから。さっきのはあれだ、暇つぶしだ好きやわ、甲賀さん。甲賀さんほんま可愛らしい。まあいい、こんな場所まで追ってくるとは。しつこいやつめ、久しぶりの再会だったから相手をしてやっていたが、今の俺様は貴様など眼中にないのよ。終わりの時は近づいているのだからな。ほう、お、水上戦か。俺様が直接貴様の相手をするまでもあるまい。お前らやっちまえ。やっぱ甲賀さん痛い、もうお前らこういうやつらにはこれで OK よ。あー、草当たらなかった。いや、当たった。どれぐらいや、 あれ沈んでる。ちょいちょいちょい、沈むな沈むな。あれ、沈みやすいんかこれ。オッケー、正面いけ。オッケー、飛び乗れ。オッケー、オッケー、半分以上いったぞ。じゃあこれもらおうか。あっちか、ガードしやがったか。ガードなんて効かねえよ。お、危ない。いけい、オッケー、よいしょ、オッケー、あっ、オッケー、いけた、なんとか水の方に落ちたけど大丈夫か。ぐぬう、えい、操縦桿が濡れて滑っちまった。かわいらしいな。しかしリンク、時すでにお寿司だな。ここのゾナエネルギー結晶を取り尽くしたぞ。そして驚き、部下から報告が入ったのだ。あのお方の魔王様の居場所は分かったとな。あと一歩だぞ。あと一歩で我ら伊賀団の宿願が叶うのだ。ゾナエネルギーの結晶も十分な量に達した。次の廃校が最後となるだろう。聞け、リンク。俺様は北西の廃校へと向かい、そこで最後の採掘を行う。その力で最強兵器を起動し、魔王様に捧げ、この世界を終わらせてやるのだ。次こそ最後だ。次こそ最後に頭のか、寂しいな。もうここまで来たら、倒したくないよな。首を洗って待っていろ。まあ、可愛らしいからな。お、ナイス。アリス様、侵入者の排除ありがとうございます。ミーをそば立てて聞いておりましたが、あの男が向かった北西の廃校とはおそらくヘブラ廃校にございます。ただヘブラ地方には深穴が少なく、かつては使われていたハイダル丘陵から伸びる道も風化によって閉ざされつつあると聞きます。確か廃校へと直結する深穴があったと思うのですが、そうそう、旅立てる前にあちらの同胞は設計図の石板を管理しています。ぜひお受け取りを。了解。は
はい、ゾナウエネルギーの特大結晶。めっちゃ溜まってったな。そろそろバッテリーも、せなあかんな。ずーっと溜めとうからな。入場者確認。ようこそいらっしゃいました、主様。ここはかつてゾナニウムが多く取れ、精錬が盛んだった場所です。私は採掘道具の設計図の管理をしています。おや、まだお持ちでない設計図の石板を確認。新しい設計図の石板をお渡しします。ありがとう。大激戦。すげえな。ウェブプリントの設計図。プリントを試すのに、質のパーツもご用意しましょう。ありがとう。あんま使ってへんけどな。オッケー。で、ヘブラ地方言うたな。で、多分ここやな。ヘブラ廃校。そうやな。ここなんやけど、リトの村のこのちっちゃい深穴があって、そっから行けたよな。じゃあ、行こうじゃないか。オッケー。さあ、いるかい？見当たらない？ヘブラ廃校。さあ、最後の決戦となるだろう場所。あれ、甲賀さんがいないぞ。ま、あ、おったー。座禅組んどる。かわいい。ちょっと写真撮っときたい。甲賀様、かわいいな。あ、まだ近づけるか。あ、ここまで行けた。よいしょ。これで、これで撮ろうか。オッケー、かわいい。オッケー。うん。待っていたよ。もう、十分なゾナエネルギーの結晶が手に入った。これで、魔王様に捧げる。最強の兵器は、復活する。今日は記念すべき日になるだろう。最強兵器の復活、そして世界の終わりの始まりの日として、見よ、この美しき古代兵器。ええな、ごっついんやけど。何これ、つゾナウゴーレムだ。リンク、貴様はこの最強兵器は実験台となって散れ。そして俺様は行くのだ。魔王様がいるというハイラル城の底の底、全ての終わりの始まりとなる地、ハイラル城地底最深部へ。なんかごっつい戦いが始まる。さあ、かかってこい。今度こそ貴様を葬ってやろう。え、ちょっと待ってよ。これまだ無理じゃね。まだ分からへんで、分からへんねんけど、ここら辺にゴーレムの製造所、製造棒があって、なんか右足左足とかあるんやけど、多分これこの魂の神殿関連の時にする気がするね。雰囲気的に。まだ後じゃね？倒せる？お、いけるんかい？オッケー、リンチリンチ。まさかの、ほんまゴーレムで戦うべきやけど、なんかいけそう。あー、マスターソードが、どうしようかな。片手剣の方がいいよな。あ、これでいくか。やめてよ。さすがこれ、あー痛い。ちょっと待って、やばいやばい。ほんまはゴーレム系で戦うはずやけど、ちょっと早すぎた。来た。
やってよー。オッケー。どういけるやろこれ。爆弾でいけるもん。けど効いてなさそうやけど、後ろからいける。どういこう。ちょっと待ってよ、こういうのはちょっと待ってよ、ミサイルを出す。あ、写真撮っとこ。あーどうしよう、ここのままでは。やってよ、待ってって。ちょっとちょっと、オッケー。でこうして、あ、上も閉まっとんかい。じゃあこれ無理じゃね。危ない、これか。痛い。まあ立ってないでしょうが。オッケー、なんとかいけた。こんなクリアの仕方じゃないはずやけど、なんとかいけた。く、俺様の兵器が、最強兵器がやられるとは。おので、あとはこの兵器を献上するだけだったというのに、こんなことがあってたまるか。くくく、わはははは。なんや、何を笑ってる。この俺様を本気にさせてしまったぞ。貴様、俺様はこの地で生み出した新奥義で葬ってやる。なんかまたこっちやつ、まあ、自爆するんちゃん。あはは、恐ろしかろう、特製甲賀様ロケットだ。これでしまいだ。一系新奥義甲賀様ロケット。やっぱり甲賀様らしいな。どうなってるんだ、かわいい卑怯者、覚えてろ。あ、これで地上に戻るんか。よかったやん甲賀様。いや、宇宙ってことはあれ、ティアキンの次は宇宙が舞台。これでコンプリート。アリス様、そちらへ向かいます、少々待ちを。絶対あれゴーレムと戦うべきやったよな。まあいっか、侵入者を追い払って出していただきありがとうございます。仕方拝見いたしましたが、あの様子ではもう他の廃校に現れることもないでしょう。もしここのような廃校をお探しでしたら、地上で栄えている人里など地上の特徴的な場所の下を探すと良いでしょう。不思議なことに地上地底には何らかのつながりがあるようで、主様も興味があれば探索されてはいかがでしょう。それではお気をつけて。了解。多分ある程度は見つけたと思うけどな、見逃しがなかったら。ゾナオエネルギー大結晶。ダイヤモンドだねー。オッケー。これで甲賀様とはお別れか。寂しいな。4400。なんかバッテリーマックスがな4500みたいに聞いたことあるんやけど、ほんまかしらんけど、それまではちょっと貯めたいんやな。じゃあとりあえずパパーっと岩ロック系倒して、ゾナニウムのかけら、結晶集めてくるか。
ケー、これで4500貯まったぞ。じゃあこれであそこバッテリー製造行こうか。OK、じゃあ一気にバッテリーを上げようじゃないか。こちらバッテリー製造機です。追加バッテリーの製造ご希望でしたらその上の結晶を頂戴します。製造して追加できるバッテリーの上限は45個のため、製造できる追加バッテリーはあと45個です。せやな、おもちゃゾナエネルギー4500個で追加バッテリー45個製造しますか。よし、これ一気に製造、少々お待ちください。さあ一気に、すげえ、そんなんでバッテリーできるんや残り2個っていう。おもちゃとなる結晶を変換し追加バッテリーを製造しました。 OK、 追加バッテリー45個、トナルエネルギーの結晶が作られた小さな部品、バッテリーにため、おけるエネルギーを最大限増やすことができる。おお、2周分か。 OK、 これで楽やな。おもちゃバッテリーを最大まで拡張されました。これ以上バッテリーは追加できません。ゾナエネルギー結晶は引き続き入手できますので、今後こちらではゾナエネルギー結晶とお好きなゾナギアを交換いたします。さすゾナギアと交換されますか。おお、交換するな。おお、こういう風に選ばせてくれるんや。あ、これさすがに持っとうやつしかっていうか持ってんやつもあるんか。ゴーレムの頭、あー、で持っとんかな、わからんけど、これは助かるな。ガチャもええけどな。オッケー、これでとりあえずしたいやつは終わった。じゃあ一旦朝にしようか。オッケー、いい目覚めになって、赤い月やったけどさっきがじゃあ今日はその地下の甲賀様のやつと、したかったのがあとあれ、かかりこ村に行ってパーヤに会いたいんや。パーヤに、な、かかりこ村がどの辺になるんやっけな。果てのたもゆけのこの先、ここか。ここがあれ、かかりこ村やから、こっから飛んでいこうか。なんかかりこ村になんか あれやんな、古代のあの研究者みたいなのおるんやな。何だっけ、タオロちゃうわ、なんかそういう名前のやつ久々すぎて全然覚えてへん。あの女子はあの面接落ちたやつな。OK、 かかりこ村に久々にやって、パーヤに会いたいんだよ。どの辺や、丸いあれがあるやつどこや、その大きい穴があるところか。そうっぽいな、そっちか。さあ久々のかかりこ村、あの人インパがもう退いてパーヤが後を継いだってことやもんな。このでっかい丸のやつなんなんこれ、ちょっとこれ気になるな。ずーっとあるやつやんな。ちょっとそれ、あ、ほこらもあるし、かかりこ村も気になるし。かかりこ村ってなんかこんなんやったっけ、上から見た、あ、上から見たことないんか、だからあれやけど、これコログじゃねえこれ、え？かかりこ村来たー。